メキシコシティ、メキシコシティは、メキシコが死州国の首都。ラテンアメリカを代表する世界都市の一つ。国名と同一名称のため、市に相当する単語をつけて呼ばれるのが通例となっており、メキシコの公用語である、スペイン語では、シウナでメヒコと発音される。日本では、主に用いられる英語名の他に、メキシコ市と呼ばれる場合もある。 メキシコ最大の都市であり、2016年の均衡を含む都市圏人口は2023000人であり、世界第12位である。メキシコのみならず、ラテンアメリカの経済の中心地の一つであり、2014年の都市圏 GDP は3837億ドルである。これは、ラテンアメリカではサンパウロに次ぐ第2位であり、世界では第18位に位置する。 日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界37位と評価されておりラテンアメリカでは主位である。またアメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ランキングにおいて世界39位と評価されておりラテンアメリカではブエノスアイレス、サンパウロに次ぐ3位である。かつて行政上の正式名称は 連邦ポー D ストリートフェデラル、DF だったが、2016年にメキシコシティ、チーなどでメキシコが正式名称に変更された。アステカ王国のかつての首都テノチティトランでもあった。メキシコシティの原型は、アステカ王国の首都であった、テノチティトランである。アステカ人がやってくるまで、現在のメキシコシティは、テスコ国コ,コが広がるのみであった。13世紀末に、 メキシコ盆地にやってきたアステカ人は、ウィツイ色ポチトリの神託に従い、テスコココの古城で観拓を行い、1325年に島を作り上げるとそこにとを築いた。アステカ帝国の拡大に伴いでのチキトランも巨大になり、最盛期には人口は20万人から30万人を数えた。都市から対岸には何本かの土手道が築かれ、中央部には、 ピラミッドの築かれた壮麗な都市となった。テスコココア塩分を含んでいたが、南東部のコヨアカンには、湧水があったため南東部は、気水域となっていた。そこで南北の土手道で湖水を遮断することで東部を淡水域化し、テノチティトラン周辺の農業用水とした。また、飲料水は、西部のチャプルテペクの丘より、石造りの水道バッシュで供給された。15世紀以降、 テスコココやその周辺では、沼地の表面の厚い水草層を切り取り、敷物のように積み重ねて作った浮島の上に、固定の泥を盛り上げて作った地ンパと呼ばれる農地が多く作られた。この農法は、肥沃な泥と、豊富な水が得られることから非常に収量が高く、アステカの国力を支える重要な要素となった。1519年に、スペイン人のエルナンコルテス、 エナン・コーテスのメキシコ征服によりテノチティトランは破壊され、その上に現在のヨーロッパ、スペイン風の都市としてメキシコシティが築かれ、16世紀にはテスコココの干拓が行われ、湖はメキシコシティの東部にのみ残ることとなった。1535年にはヌエバエスパーニャン副王領が創設されてメキシコシティはその首都となり、北アメリカ大陸南部から カリブ海にかけてを管轄することとなった。この時代にはソカロ広場を中心として現在のメキシコシティの中心部が形成された。1551年9月21日には現在のメキシコ国立自治大学の前身である王立メキシコ大学が新大陸で2番目に古い大学として創設された。スペインの植民地時代を通じてメキシコシティは成長を続け、 18世紀には人口は10万人に達した。1821年、アグスティン・レイトルビデの軍がメキシコシティに入場し、メキシコは独立した。同時にメキシコシティは、新生メキシコが死臭国の首都となった。しかしメキシコは外国の干渉をたびたび受け、また数々の内戦でもメキシコシティは占領された。1847年には、 米戦争で敗北して、アメリカ軍に占領され、1863年6月にはフランスのメキシコ出兵によって再び占領されたもののフェルディナント・ヨーゼフ・マクシメディアン大公の政府はメキシコを掌握することができず1867年にはベニート・フアレス率いる共和派が再びメキシコシティを回復した1873年にはメキシコ発の鉄道が メキシコシティとベラクルスの間に開通し、1876年にポルフィリオ・ディアスが大統領に就任すると、メキシコシティは彼の進める近代化政策のもと多くの工場が設置され、近代化が進んだ。この頃のメキシコシティは、ヨーロッパ諸国、特にフランスの芸術や様式、習慣などを真似る風潮が生まれ、オペラハウスなども建設されていった。ベジャス・アルテス宮殿。 メキシコ国立芸術院の建設計画が立てられたのもこの頃である。しかし、ディアスの独裁的な政治に対する反発が広がり、1911年にはメキシコ革命が勃発して、フランシスコ・マデーロがディアスを追放して新政権を樹立する。しかし、マデーロ政権は安定せず、1913年には、 ビクトリアーノ・ウェルタがメキシコシティでクーデターを起こして政権を奪取した。しかしこの政権には地方の諸勢力が一斉に反発し、ウェルタ大統領を打倒するためそれぞれメキシコシティを目指した。1914年にはまずベヌスティアーノ・カランサ・アルバロ、オブレゴン軍が、ついでエミリアーノ・サパタとパンチ・ヨビリア軍が相次いで進駐したが、最終的には カランサをオブレモン連合が首都を奪回した。1920年代、政情が落ち着きを見せ始めると、文部大臣だったホセバスコンセロスが、公共建築の壁面を若い芸術家に開放し、民族の伝統や革命を大壁画に残す運動が、盛んになった。メキシコ壁画運動である。この運動の中心となったディエゴリベラ、ダビット・アルファロ・シケイロス。 ホセクレメンテオロスコなどの壁画は現在でもメキシコシティで見ることができ。その後は、正常の安定に伴い経済成長が続き、第二次世界大戦後も続いたメキシコの経済成長を受けてメキシコのみならず、中南米を代表する大都市として発展を続け、特に1950年代に入ってからは、上下水道や外環上道路の完成。 高層ビルの建設などが進められた。1954年には南部にメキシコ国立自治大学のメインキャンパスである大学都市が建設されたが、これは芸術的にも高く評価され、2007年には世界遺産に登録されている。1968年には夏季オリンピックが開催され、これに合わせて地下鉄網の整備などが進められた。さらに1970年には、 フィファワールドカップが開催された。1985年9月19日にマグニチュード M8.1 のメキシコ地震が発生した。新欧からメキシコシティは約4 0 0トルほど離れていたが、大地震特有の長周期地震動が襲い、250以上の高層ビル、高層住宅、ホテル、病院などを倒壊させ、地下鉄の一部も崩壊し7000人以上が死亡した。 メキシコシティの地域の大半が、もともとは、湖畔の盆地であり軟弱な地盤だったため、信号から約4 0 0トルほど離れているのにも、かかわらず被害が拡大した。しかし急速に復興を遂げて、翌年の1986年には、予定通りに2度目のフィファワールドカップが開催された。現在は、都市圏が世界第2位の人口を持つ、ラテンアメリカを代表する、 世界都市に成長した。欠片の気候区分だと H に含まれる。標高2240メートルの高地にあるものの、緯度は低いため、一年中温暖な気候に恵まれている。一方で高地のためついたちの気温の変化は、やや大きい。5月から10月の雨季と11月から4月にかけての寒気に分かれ、降雨は雨季に集中している。 北半球にあるため12月から2月は冬となり、日中の最高気温に変化はないものの最低気温はやや低くなる。地域の北部から中心部にかけては年度600ミリメートルから800ミリメートル程度の降水量であるが、南部の山岳地帯では年間降水量は1500ミ、mm、リメートルを超える。地形としては四方を山に囲まれた盆地である。北にはグアダルペ山地。 西から南にかけては、アフスコ山やトラロック山といった山々が広がる。かつては、地域のかなりをテスコココが占めていたが、17世紀以降干拓が進められ、1900年にはテキスアクトンネルによる排水路が建設されて、湖は東部の一部に残るのみとなった。その他に、南部のソチミル湖には、アステカ時代から続く水路などが残っている。しかし、 干拓と排水によって陸地化した地域は地盤が弱く、ベジャス・アルテス宮殿やソカロ広場近くの一部の居建物のように建物自体が沈下しつつある例もある。またこの軟弱な地盤は1985年メキシコ地震の時に液状化現象を起こし多くの建物が倒壊する原因となった。面積は1479平方キロメートル。周囲は 西北東の三方をメキコ州に囲まれ、南にモレロス州と隣接する。1824年に当時のメキシコ式と周辺の自治体を範囲として連邦区が誕生した。1928年には連邦区内にあった自治体を廃止し、連邦政府による一体的な統治を実現した。連邦区は州に属さない独立した連邦直轄地である。 かつて連邦区の行政の長は大統領によって任命され、議会も存在しなかったが、1987年の憲法改正で議会が成立し、1996年の選挙法改正で行政の長が選挙によって選ばれるようになった。連邦区行政の長と地方議会の連邦区立法議会が設置されており、二元代表制である。 初めて市民による選挙が実現した1997年の選挙においては、左翼野党である民主革命党のクワウテモク・カルデナスが当選し、以後2000年の選挙では、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドル、2006年の選挙においては、マルセロ・エブラルといった民主革命党候補が連続して当選し、民主革命党の過剰となっている。民主革命党の姿勢は、社会保障や、 大気汚染を中心とする、環境政策、同性婚の合法化や、離婚手続きの簡略化など、革新的な政策が目立つ。2018年の選挙では、新興政党の国民再生運動、モレナから出馬したクラウディア・シェインバウムが当選した。連邦区は16の区、デリカチオネイスから構成されるが、2000年以来、限定的ながらも自治権を獲得し、 区長を選挙によって選ぶようになった。2016年に連邦区は廃止され、メキシコシティ、シウダデメヒコが正式名称となった。メキシコシティは32番目の州として扱われる。また、それまでの16区は他州の市に相当する管轄区域、デマーカイオチオネイステリトリアルズに格上げされる。国政に関しても地方政治と同様の傾向が見られ、 民主革命党の大統領選候補が最多得票を獲得することが多い。連邦議会は会員が17議席、上院が3議席の配分となっている。2000年の国勢調査によると人口は859万1000人と中南米最大級の人口を誇り、明日ともに中南米を代表する経済規模を持つ都市となっている。二千十一年三月、 英国のシンクタンクにより、世界第52位の金融センターと評価されている。市内中心部には、メキシコの大企業の本社のほか、ヨーロッパやアジア、アメリカの多国籍企業のオフィスが林立しているほか、大型ショッピングモールやレストラン、スーパーマーケットが多数あり、消費面でもメキシコ経済を牽引する存在である。また、市内近郊には、新ビジネスエリアが建設され、 多くの大企業がオフィスを構えている。中でも、外資系自動車企業では、日産自動車メキシコシティ事業所、メキシカーナ日産 S、A デク、V を構える他にホルクスワーゲンなども、拠点を構えることでも有名。しかし、南北アメリカにおけるその国の人口、第2位の都市との人口差が極端に離れている、プライメートシティの代表例であり、人口及び、 政治経済の一極集中化が近年社会問題に発展している。市内には高層ビルやホテルが林立し、道路はいつも車で埋め尽くされている。しかし排気ガス規制が緩く、その上4000メートルを超える山々に囲まれている、盆地に位置するため汚染された空気が散しにくく、高地による空気の薄さと、相まって1990年代以降、自動車の排気ガスによる、 大気汚染が深刻な問題となっている。寒気には、高化学スモックが問題となっていたが、ディーゼル車の制限や排気ガス点検の義務化によって、改善に向かっている。ただし、世界的に見れば、環境の質は未だに悪く、非営利の環境団体、ブラックスミス研究所は、2007年度の世界最悪の大気汚染都市と指摘している。市の中心は、中央広場である、 ソカロ広場から、その西にある繁華街、ソナロッサにかけての地区である。ソカロ広場とその周辺は、アステカのトテノチティトランと同じ位置であり、テノチティトランを破壊してその上に建設された、建設当時のメキシコシティにあたる地区である。国立宮殿やメキシコシティメトロポリタン大聖堂、カテドラルなど、スペイン統治時代が続く歴史ある建物も多い。また、 テノチティトラン時代のアステカ帝国の神殿跡である、テンプロマヨール遺跡もこの地区にある。市の東部はかつて、テスコココが広がっていたが、現在ではそのほとんどが埋め立てられ、テスコココは、ほんの一部を残すのみとなり、その跡地には、住宅街が広がるようになった。東部には、メキシコシティ国際空港があり、また低所得者の多く住む、ネザワルコヨトル市に接する。 中心部を東西に伸びるレフォルマ通りは、メキシコ干渉時の皇帝マキシメディアンが、パリのシャンゼリゼ通りをモデルに作らせた通りで、高層ビルの立ち並ぶメインストリートとなっている。レフォルマ通りの南に広がるソナロッサは、メキシコシティ一の繁華街であり、一流ブランドの店が立ち並ぶ。ソナロッサの西には、ポルフィリオディアス時代に建設された独立記念塔が、立ち、 さらにその西には小高い丘に作られたチャプルテペック公園が広がる。チャプルテペック公園内にはメソアメリカ文明の遺産を集めたメキシコ国立人類学博物館やチャプルテペック城などがある。また、この一帯は中所得者層の住宅地区となっている。南西部から南部にかけては高級住宅街となっており、また、メキシコ国立自治大学のある文京地区でもある。 南部のソチミル湖はアステカ時代から残る水路の広がる水郷となっており観光用のボートが水路をめぐり多くの観光客が訪れるこの地区は世界遺産にも登録されている西部は近年都市開発が進みビジネス住宅地区となっている西部のサンタフェ地区はメキシコを地震後に新たに開発が進められたエリアで 高層ビルや超現代的な建築が立ち並び、新たなビジネスの中心となっている。北部は工業地帯であり、住宅としては低所得者層用が多い。レフォルマ通り沿いにあるトラテロル古地区はかつてアステカの商業都市であり、現在もその遺跡が残っている。そのそばにスペイン植民地時代の建築が広がり、さらに近年近代的なアパート群が建設されたことから、 この地区の中心の広場は三つの文化を眺められる場所として三文化広場と名付けられてい。この広場は1968年学生デモに政府軍が発砲し多数の死者を出したトラテロルコ事件の舞台としても知られる。そのさらに北にあるテッペヤックの丘にはグアダルーペ寺院が建っている。ここは1531年12月9日にグアダルーペの聖母 メキシコの大きな場所であり、現在でも多くの参拝者が訪れる。市内はバス、メトロバス、メキシコシティ、地下鉄の路線網が発達しており、またタクシーが市民の足として重宝されている。地方都市とは長距離バスや鉄道、空路で結ばれている。また、人口900万人の街に400万台の自動車があり、市内の多くの箇所が慢性的に渋滞している。 それらの車が吐き出す排気ガスによる大気汚染は前述の通り大きな社会問題となっている。また、自動車の運転免許取特には試験制度がないため、運転マナーが概ね悪く交通事故が多い原因となっている。メキシコシティ国際空港が中南米におけるハブ空港として運営されており、メキシコ国内をはじめ南北、アメリカやヨーロッパ、 アジア各都市への直行便が多数運行されている。2017年2月15日より、全日本空輸 ANA が成田国際空港からメキシコシティへの直行便を開設した。日本の航空会社がメキシコに乗り入れるのは2010年1月に、日本航空、JAL が成田バンクーバー、メシコシティ線のうちバンクーバー、メキシコシティ線を撤退して以来、 約7年ぶりである。また全日本空輸のメキシコシティ船は、日本の航空会社では、初の直行便となった。メキシコシティの中心街のソカロ周辺は、アステカ王国時代のテノチテトランの都の中心部とほぼ同じ位置にあり、カテドラル、大聖堂と国立宮殿、大統領官邸の中間の位置からテノチテトランの中央神殿、テンプロマヨールが発掘され、 野外博物館となっている。この一帯は、メキシコ式歴史地区と、ソチミルコとして、世界遺産に登録されている。他にも、世界的に有名な画家であるディエゴリベラとフリーダカーロ、夫妻が居住していた家と、彼らの作品を集めた美術館、また世界的な建築家であるルイス・バラガンが、自身のために設定た邸宅など、芸術面でも見るべきものが多い。 メキシコを代表する大学の一つである、メキシコ国立自治大学をはじめとして、総合大学がいくつかある。また、中南米最大の日本人学校である、日木学院が存在するほか、イギリスやドイツ、アメリカなどのナショナルスクールも多数存在する。中南米初の夏季オリンピックが1968年に開催された。その時のメインスタジアムであり、 収容人員10万人を超える世界最大級のサッカースタジアムでもあるエスタディオアステカ、エストディオアステク、アステカスタジアムともにおいて1970年と1986年に開催された FIFA フフワールドカップの決勝戦が行われた。また、1997年世界陸上選手権が開催予定であったが財政難を理由に大会を返上した。 大体地としてギリシャのアテネで開催された。市内に本拠地を構えるクラブアメリカ、クルスアスル、アナムの3クラブはメキシコにおけるサッカーリーグの最上位リーグであるプリメーラディビジオンに長期にわたって所属し、同リーグの優勝回数上位5チームのうち3つを占める実績を残している。また、ウーゴ・サンチェスをはじめ同志出身のサッカー選手も多い。 サッカーと並んで、メキシコを代表するスポーツといえば、派手なマスクと、華麗な空中戦が、見物のメキシカンプロレス、ルチャリブレ、ルチャリーブルであろう。市内にある競技場、アレナメヒコ、アレーナメヒコと、アレナコリセオ、アレーナコリチオは、ルチャリブレの二大聖地と言われ、メキシコ最大のルチャ団体、CMLL の看板スター、ドスカラスジュニアやエルイホデルサントが繰り広げる華麗な、 空中戦を見るために、世界中から観客がやってくる。また、タイガーマスクや、道のくプロレス、新日本プロレスの選手など、日本の人気ディスラーも遠征し参戦することが多い。上、多くの日本の若手選手が修行に訪れることでも知られている。F1 世界選手権メキシコ GP が、国際空港近くのエルマノス・ロドリゲスサーキットで開催されている。なお 1965年にホンダが F1 初優勝を飾ったサーキットであり、現在も様々なレースが開催されている。近年では国内の大手通信業者であるテルメックスを代表とするメキシコ企業が若手ドライバーのサポートを行っており、その影響で F1、GP2、GP3、ナスカーなど様々な自動車競技のドライバーを広く排出している。 スペインから伝わった闘牛はサッカーやルチャリブレ同様メキシコ国民に人気が高いスポーツである。メキシコ市内にある闘牛場で観光客でも気軽に見ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。